ーからこの虫キングジョーカー同期諏訪の入場です。大歓声で霊源遥が送られました。春は別れがあれば出会いがあります。第2試合、この3人どんなタッグの出会いが待っているんでしょうか。虫キングジョーカー、今トップロープ、そしてローキーが入って、諏訪がセカンドロープをまたぎました。フォアマットを代表する悪い人たちがこの日本武道館で出会いました。青コーナー諏訪ローキー、あと、いきなり諏訪がいきなり踏みつけていきました。平柳選手でしょうか。さあ、もう決起盛んという状態の諏訪です。対する赤コーナー、モハメド・ヨネ、出資剛、そして虫キング・テリー欠場によりまして急遽参戦のザコタという3人が入ってきます。怪我のため虫キング・テリー欠場、正義のヒーローはいませんが、この悪者たちを退治します。3人並ぶようにして入ってきました。この第2試合、6人のレスラーの中で中央のモハメド・ヨネ、唯一のヘビー級です。今日の武道館、この後世代闘争4大シングルマッチが控えています。止まれなかったモハメド・ヨネが第2試合でどんなプロレスを見せるかどうか。今まだロープを今口がまたぎました。ダコタが入ってきました。距離を置いて最後に第11代 BHC 白王者モハメド・ヨネが入ってきて、かかった。やはり波乱の幕開けになりました。第2試合、タッグチャンピオンのモハメド・ヨネが仕掛けました。ヨネとローキーが場外、そしてリング上ではダコタとムシキングジョーカーです。ファンの幕開け、ジョーカーとダコタ、ダコタのロックキック、ヤッホーと叫んでダコタが飛んできました。ランチャー、おっと帽子も投げました。そしてローキーも飛んできた、エルボードラップ、断崖式で落としていった。しかし後ろからモハメド・ヨネ場外です。捕まえた。さあ菊池が狙っている、菊池が狙っている、飛ぶか、諏訪が足をしっかりと捉えていました。飛ぶことはできませんでした。諏訪と菊池というのも何度も因縁がありましたが、菊池は飛びません。諏訪が担いで落としていきました。さあ素早い動きになった。ジュニアの2人、虫キングジョーカーとローキー、ダブルでの低空ドロップキック。さあここで落ち着いたでしょうか。諏訪と菊池です。諏訪と菊池剛、これまで何度も諏訪が挑発するような形で菊池と相対してきました。諏訪にとってみれば今日のメインで、これまで何度も多くタッグを組んできた鈴木みのるが秋山純と戦います。そんな中での第2試合の諏訪です。虫キングジョーカーが入ってきました。波乱の幕開けからようやく落ち着きを取り戻しつつある第2試合、ドロップキックは虫キングジョーカー、最大のライバルである虫キングテリーは怪我のために欠場を余儀なくされました。そんな中で戦いです。虫キングジョーカー、悪の青コーナー、そして正義の赤コーナーということが言えるでしょう。今正義の菊池が顔を頭を捉えられている格好です。リングのほぼ中央、第1試合霊源遥サヨナラツアー、その霊源遥の試合が終わって日本武道館が大いに沸き上がって迎えた第2試合、6人タッグマッチ。さあテリーに代わって出場ダコタが入ってきました。もういきなりヤッホーと声を上げて試合を始めているダコタです。今年の1月8日、ディファ有明で初来日のダコタ。この日本武道館1月22日に、この3戦9試合目で初勝利を挙げているダコタです。しかし逆に、ジョーカーが、ちょっと、口に指を入れているかどうか。あーっと、ダコタの顔が変形しました。かわいそうな表情になりました。苦しめられましたダコタです。この辺りはやはり、ずるい心を持っている虫キングジョーカー。さあここでローキーのタッチ、ローキーが入ってきました。ちょっと揉めているところですが、ローキーとダコタです。さあ飛ぶか、ローキー、あーっと、かなり運動神経その鮮やかなところを見せましたローキーです。躍動していますローキー。さあバスター、すごい角度で落としていった。さあカバーに入っているのはローキーです。
バントは2、まあ、ノアのノアマットのその経験、まあ、それを比べてもローキーとダコタ、まあ、ローキーの方がその数は多い、豊富であるローキーです。ダコタは今年に入ってノアに参戦してきて、今度はスワが入ってきました。何かレフリーも挑発するような、は足首に行きました。素足のダコタ、いつも素足で戦っているダコタですが、素足を狙っていきました。この辺りは古い悪い素足です。悪党素足、さすがにたまらず場外に自ら落ちていきましたダコタです。大丈夫でしょうかダコタ、ローキーが捉えました。場外でランディングに戻す素足が待っています。素足が待っている、足を痛がっているダコタ、さすがにヤッホーとは言えないか。ここは飛んできました、ショルダーをぶつけて口を捉えようと、口を怒った、口を怒りましたよ、口を怒った。いつものハスキーな低い声で多いと叫んだ菊池。さあここで早い展開、新しい出会いがありました。この青コーナー、スワムシキングジョーカー、そしてローキー、ムシキングジョーカー入ってきた、飛び越えたのはローキーです。くるっと回ってきました、悪いムシキングジョーカー。カウントは2、おっとしかし、おっとスマックに2発、3発、あしかしエルボーです。ダコタが捕まる時間が長くなってきました。ボディスラムで落としておいてセカンドロープ、昆虫、おっと横歩きだ、カブトムシ横歩き、針のような横歩きが落ちてきました。カウントは2、カウントは2、どよめきが起こりました。日本武道館、まもなく春を迎えようという日本列島、夏が待ち遠しいカブトムシです。さあ諏訪が入ってきました、諏訪が入ってきた、ダコタがずっと捉えられています。立っていきます諏訪。今日のメインではタッグでよく組んでいた鈴木みのるが秋山純のベルトに挑戦します。まあ、スターネスのその秋山とも組んでいたこの諏訪、そのメインの2人が戦うという日本武道館、その第2試合で登場です。アプトースは試合が始まる前リングに入って、まあ、セコンドの平柳選手が場外に立って、平柳選手にも振ってかかった諏訪です。ボストンクラブ、ダコタを捉えている、ヨネと菊池は入ってこられない、ローキーのジョーカーが守っている。さあなんとかダコタがサードロープに手がかかりました。しかしまだ依然としてこの学校、この根は大丈夫でしょうかダコタ。足の指そして背骨痛めつけられていますダコタ。28歳、ノースダコタ州リチャードソン出身のダコタです。さあここから反撃できるかどうか、ロープに振られて、これはよく見えていたダコタ、もう一回見えている、飛んできた、ヤッホーといって飛んできた、まだ力が残されていました。さあ眼光が見開いてようやくタッチ、菊池が入ってきた、さあ菊池の座だ、エルボーで落としたぞ、ウォーキーもジョーカーもエルボーで落とした。さあ座を睨んで飛んでったゼロセンキック、反撃、あしかし捉えられてしまうのか、ウォーキーのジョーカー入ってきている、これは見えている、打っていってもう1回2人まとめてゼロサムキック。さあ持ち上げる低空で連続でいくか、下までいった、カバーに入っている、カウントは2。さあ機敏になってきました菊池剛です、41歳、今は30歳、あ飛んできましたラリアット。さあここで座ってシングジョーカータッチ。さあ菊池の流れが止まってしまうか、第2試合リング中央、しかしエルボーです、バックを取っている、バックを取っている菊池、くるっと回ったの虫キングジョーカー、あーっとカニマサミのような格好で足を捉えた、あー飛んできました、クリーンヒット、顔面にヒットしました、カウントは2です、カウントは2、石頭の菊池ですが、あーっとどけよと言って虫キングジョーカーが喋りました。さあトップロープから両手を広げて玉ねぎの下で虫キングジョーカー飛んできました、タイミングボディアタック、さあ菊池がカバーしている、カウントは2、非常に動きが軽やかな菊池、タイミングボディアタックを受けましたがカバーに入っていました。さあヨネが待っている、送りの中で唯一のヘビー級、105キロのモハメドヨネが入ってきた、1回転、さあタックチャンピオンのモハメドヨネ、俺もシングルをやらせろ、さあジャンピングに、さあどうだ、行きますよお客さん、行きますよお客さん、さあ行きますよお客さん、
の足を取りましたね。挑発するようなレフリーも敵に回すわ。さあ米が力を込める、ラリアットかわした、出場か、柔らかい、ここは一発一回転、さあカバーに入った、モハメド・ヨネ、ハンドが入る、反則、反則 2.9、 さあモハメド・ヨネ、ジョーカーがトップロープだ、ジョーカーは80キロ、モハメド・ヨネ105キロ、筋肉と叫んで、ここで仕留めるか、おっと、ここは落とした、ジョーカーがセカンドロックから、あーっと飛んできた、飛んできてシャイニングダウンか、さあ逆にローキーも入ってきた、エルボーを飛ばしていきました、さあ唯一のヘビー級ヨネピンチ、左肩を上げました、左肩を上げましたモハメド・ヨネ、チャンピオンの、あっとここでヒット、ローキーが飛ぶか、ローキー飛ぶか、外に叫んだ、大の字はモハメド・ヨネ、口が来ました、口が来ました、さあモハメド・ヨネも立ち上がったが距離があるが飛んできた、見えている、ヨネがローリングサンダー、ついにヒットしました、さあダコタが入ってきた、ダコタ入ってきた、さあ勝負の行方は全くわからない、ダコタが振られて、おっとパチンといった、逆にくるっと回ってディリティー、この辛い角度、さあダコタ勝利をもぎ取るか、勝利を、マウント圧、ワナマットル先輩学のローキーを仕留めることができるか、さあ叫ぶぞ、ヤッホー、終了だった、さあルーラカウント、カウントス叫びました、今日3回目ヤッホー、さあダコタエルボー2発、エルボー2発、さあどうだ、あーっと足を打たれた、膝を打たれました、ダコタ膝を打たれた、俺は逃げたぞ、不意打ち、不意打ち、どこが開いた、ダコタ2です、カウント2、カウント2、なんとか耐えました、この日本武道館で1月にゆらゆらぎから3カウントを奪っている、八丁に戻っている思い出の武道館、ダコタなんとか踏ん張る、エルボーで撃撃、ローキーの重さもある、エルボー1発2発、セカンドロープから飛んできた、エンゼイン、エンゼイヒット、カウントカバーで、カウント2、カウント2、カウントは2です、さあローキーの目の色が変わった、目の色変わりました、場外でも戦いが続いている、陸上は2人だ、ダコタが飛ばされて、おっとまだ見えている、さあ捕まえている、さあこのままカバーに行けるかどうか、ダコタが頭を押さえながらヤッホーと言って、自らローキーとって飛んできました、さあ体を落としておいてカバーに行ってるが、カウントは2です、カウントは2、全く休む暇はありません、先に立ったのはダコタ、ローキーも立ち上がりました、さあ気力を振り絞る、あっと素上がりました、素上がりました、頭を抑えていきました、パチンといきました、さあローキーは捉えるか、このコーナーで飛んできたのはダコタ、あーっと、リヒット、アゴリヒット、さあ飛ばされた、打ち上げて、あーっと危ないところに攻めつけられた、ジョング、ジョング、完璧に入った、完璧に入りました、ジョングが完璧に入りました、さあさあ試合の権利のあるゴーキーとダコタ、ゴーキーがくるっと回って、ものすごい音が響きました、キークラッシャーと叫んだ、さあローキーの必殺技キークラッシャー、首は大丈夫か、カウント3、カウント3、最後は必殺技キークラッシャーでダコタを仕留めました、6人が新しい出会いをして一瞬も休むことなく戦い抜きました、最後はダコタ健闘しましたが、ローキーの前に12分21秒、ものすごい角度、首は大丈夫か、キークラッシャー、何度も何度も立ち上がってきたダコタですが、最後のこのローキーのキークラッシャーで立ち上がることはできませんでした。